なんですかとよく大谷さん知ってますよね。これね実はね高野山の奥の院のお守りなんです。芸人さんたちの究極は今宮恵比寿です。大谷さんにとって一番のパワースポットってどこですか。国民詐欺と大谷理子の一言言いたい。意外とねこれね結構見ててこれなんですかとよく大谷さん知ってますよね。で収録の時にウサギつけてます、ウサギさんにつけてたりしますよね。これなんですか、めっちゃ気になる人が多いんです。これね実はね高野山の奥の院のお守りなんです。で私が国民民主党から衆議院議員の立候補予定者になった時に龍神温泉の旅館で働く私の友達、龍神ってこの龍と神と書くね、この和歌山のまたこうスーパーパワースポットの土地があるんですけど、龍神温泉の方でね地域活性してるその女性が大谷さんこれって送ってくれたんです。これ身につけてください。実はこの中に何があるんですか。この中に実は広報大使が入ってるんです。ここはへーっていうところで広報大使がね入ってるんですけれども、これで、ね、私 Facebook にあげたんです。こんなの送ってもらいましたって言ったのね、その友達もうみんな Facebook 見た人間が欲しい欲しい欲しいっていうね、じゃあこれを買いに行こうぜってみんなで買いに行くツアーをしたんです。これをところがなんです、友達の A さん、新玉さんって言うんですけどね幼稚園っていうね、桜の池の院っていう高野山で宿坊をやってる大学の同級生がいます。高野山の宿坊をやってる彼女のところにみんなで泊まりに行った時に、当然ね高野山で宿坊してんねんからこのお守りのどこで売ってるか知ってると思ったんです。さあ新玉さんさ、このお守りもうすっごいパワーあるらしいね、みんな欲しい欲しいって言うねんけど、彼女がこんなお守り見たことないって、急に聞いてみるわ、観光協会のメンバーとかねいろいろ聞いてみた、このお守りどこで売ってんのって、その宿坊のおかみ仲間に聞いたら、みんな知らん知らんこんなお守り見たことない、高野山ってうん十年いてるメンバーですよ、ね、知らんって言って、いやでも食えたってことはあるってことやから探しに行こうって言って売店売店売店に行くんですけど、売店の女性たちが知らんわ見たことないわって、何なんだこの守りは。そしたらね、今便利ですよね、ネットで調べたら1個だけ出てきたんです。で、これを見つけるのはすごい難しいと、高野山の奥の院の小さなお守り売ってるところでしか売ってない、行ったらあったんです。やっぱりね、その高野山の奥の院のね、奥の院のなんか本当に隣の方のこの小さいお守り売り場にね、でまた私の一緒にいた友達がね、すみません、これからお参りするんです、お参りしてる間に売り切れませんかって聞いたら大丈夫です、奥にいっぱいありますからあ、奥にいっぱいあるんや、お参りした後私爆買いして帰ったんですけれども、でその話を宿坊の新田野さんに言ったら高野山の謎が解けました。高野山ってやっぱりこのお守り御殿っていうぐらい、そのガイドさんがお守り売ってるところを案内したら、まあ後からまあどんなバッグがあるのか知らないけれども、そういうね言葉あるらしいです。でも奥の院のここだけは奥の院直営やからメリットがないらしいんです。そういえば私現場に遭遇してるんです。私たちが一生懸命お守り探したら、なんかおじいちゃんとおばあちゃんが買おうとしたらガイドさんが、あ、同じもの向こうに行ってますから今こっちに急いでくださいって連れて行ったっていうのをねリアルに見てるんで、だからできるだけそこで買わさなくって、自分のその馴染みのお守り屋さんで買ってもらうみたいなところがあるらしいんです。でそれを言うと、その後10人ぐらい私の友達はみんな高野山に行っております。私高野山の営業マンできるんじゃないかっていうぐらいっていう、これはその代物なんですけども、実はこのお守りとかパワースポットとかって女性は好きです。でも経営者もめちゃめちゃ好きです。この話をすると大体ね食いついてくるのは女子食いついてくるんですよ、経営者も食いついてきます。もうパワースポットとかパワーストーンめちゃめちゃ好きでしょ、みんななんか経営者とか野球選手とかやってるでしょ。でこれね吉本も一緒だったんです。やっぱり芸人さんも運っていう言葉すっごい信じました。だから験担ぎっていうのをねすごくやります。芸人さんたちの究極は今宮恵比寿です。
ね、だからあの吉本の中でめっちゃ伝説ありますよ。今宮恵比寿に毎日お参りに行ってたらレギュラー番組の仕事が入ったとかね。私が担当してた宮川大輔さんも今宮恵比寿大好きでした。あれほど聞く神様はないでっていうね。今宮恵比寿に毎回日お守りしてたらね、顔名人劇場に出て今宮恵比寿の恵比寿さんね、1月にありまして恵比寿さんの時に吠えかごに行列に乗る、あれに乗った芸人は必ず売れる。かつてはダウンタウンも乗ってますね。で吠えかごに乗るっていう話がね、吠えかごって宝の恵みのかごって書くんですけどもね、吠えかごに乗った、そしたらやっぱりその年大好きなのが売れたんですよねっていう、もう本当に皆さん験担ぎ大好きです。だから分かるでしょ、もうどのぐらい好きかって言ったら、意外と皆さん社長室に行くと置いてません、紫水晶の大きな石ってね、あれを言ってる社長多いですよ、ね、だからあの出雲大社とかの前のね、あの目の屋さんってマガタマ作ってた、もともとマガタマ作ってたね会社なんですけども、とか行ったら必ずあの紫の石とかガーッ置いててね、やっぱりそれを衝動買いする社長たちいてますからね。で私も大好きなんです、この石とかね、パワースポットとかって。でよく聞かれます、大谷さん、大谷さんにとって一番のパワースポットってどこですか。関西の芸人さんたちが大好きなのは奈良の吉野にある天川神社です。ここに行ってからブレイクしたっていう人すっごいです。ガラスの仮面を描いてるミュージスズエさんなんかもしょっちゅう行かれてます。それからあのオリンピックのシンクロナイドスイミングの曲作ってるね、作曲家の方なんかも行かれてます。有名なのは XJAPAN がね、結構アコに行ってから売れたとかね、奈良の天川寺、今はねいい道できてるんですけども、私たちが最初行き出した時なんて本当にトンネルもなかった、もう山道をもうくねくねして行かなきゃいけなかったんですけど、それでもね私たちはもう芸能界よりもすごい天川神社好きですから行ってたんです。でこの話をしたら T 社長、まあ、これもあの谷井社長って言うんですけどね、いや僕それ信じますよって。彼は22歳で NTT 就職するんです。5時に終わるし時間暇やし、何人かでメーリングリストを作るんですよね。で毎日毎日そのメーリングリストを作ってたら、そのメーリングリストの顧客が100万人超える、100万人のメーリングリストになった時に、まあ、彼は25、6の時かな、そのメーリングリストを10何億で売却するっていうね、もうベンチャーの社長の走りなんですけど、この谷井社長にこの話をした時に、僕ねこれ本当に信じるんですって。なんかもう100万人のメーリングリストになった時に、いろんなとこからいろんな話が来るようになったと。でももう自分も何していいか分からへん、そんな時に天川神社の噂を聞いて行こうって。でも1回目は大雨で行けなかったです。で2回目は崖崩れかなんかできた。で3回目に行けた時にこの売却の話が出てきたんです。で、ね、実際宮司さんは言うんです、この神社は呼ばれた人しか来れませんね、呼ばれた人だけが来れるところですってよく言われるんですよね。で実際私たちもあの1回大雨で行けなかったことあるんです。でまた同じメンバーで行こうって言った時に、ある女性だけが私その日行けないって言ったら無事行けたんです、その時に。でそれが大雨から一番最初に会いた日だったんですよね。だから呼ばれない人は来れないっていう神社なんですけど、やっぱその宮司さんがええこと言うんです。だしね、何回もそこにツアーで自分たちでツアー作って行ってるんですけど、神社は誓いに来るとこですと、願いに来るとこであります。そして等価交換ですと、何かを捨てたらそれに見合うものが入ってきますと。何を捨てに来るんですか、そして何をあなたは持って帰るんですか、ね、また一緒にねツアーに来るメンバーが言うんです。俺のいらん脂肪を置いて金とか言うのはダメなんですか、ね、ダメですって言われたのね。ガラガラガラって、天川神社鈴が3つついてるんですけど、ね、ガラガラ、あれ何のためにガラガラあるか知ってます、私の、ね、仲間が言うんです、これきっと神様を起こすためですね、あなたに起こしてもらわなくても神様は起きてますこれは自分を鼓舞するためにあるんです、自分を鼓舞して誓って帰ってくださいっていうね。最近私たちがもっとハマってる神社が出雲にあります。
唐鎌神社という神社、ここは生まれ変わる神社と言われてます。上の方に石があるんです。この細い石をくぐり抜ける、これが参道らしいんです。抜けると生まれ変わるっていうね、ここに行き出してからまた私パワー全開、行くたんびに何かが起きるっていうね、まあ今私がこの状況にいるのも唐鎌神社に行って起こったじゃないかなと思うんですけれども、皆さんパワースポット日本にはたくさんあります。興味のある方は、ね、ネットでもいくつも出てきてます。今日は唐鎌神社、天河神社のお話も含めて、ちょっと皆さんに興味があるかもしれないパワースポット、パワーの出るものの話をさせていただきました。ご意見等ある方はこちらまで。